1, 2, 3, kick it. ボクモテボクモテボクキャス。映画でモテるためのボクモテマガジン。サリとて喋りだって肝心。故にボクモテクルーがトークで発信。Yeah. What's up, what's up? We are ボクモテポッドキャスト。よいしょ。ボリューム574かな、私が司会を務めますラッパーの上杉白秋です。はい、俳優の小牧祐介です。編集長岡隆でございます。そして本日はゲストが来ております。お願いします。友達の岩崎大成です。友達作曲家の岩崎大成くんがちょいちょい来ますね、はい、友達枠久々っすよね。でもね、何いやいやいや、って俺だから前にこれ多分結構前だよ、これ出たのは、うん、そうだ、あ、思い出した、グラビティ、そう、ゼログラビティとジョーカーゲームゲストかな、うんうん、ゼログラビティで、グラビティにさ、すげえ話したのに撮れてなかった、撮れてなかったって申し訳、あれ本当にもったいなかったね、うん、100回ぐらいの歴史で唯一取れてないのがあの年末か年始だよね。はい、そんな岩崎さんがね、まあ出ましたけど、まあ、エサル埼玉ラッパー前編入れ替わってやってまして、はいはい、あとはジョーカーゲームなどでもやってますということで、そして、まあ、単純にお友達という、もう僕同級生という感じで来ていただきましたが、はい、今週のお題は、あ、場所どうだっけ、映画館、みゆき座、みゆき座、東方シネマズ、みゆき座、スカラ座、スカラ座、みゆき座か、はい、で、キャロル、はい、こちらを見るというお題になっております。なんかありますか、今週入江監督ちょっと忙しくて来れないという状況なんで、まあ、大成君を招集したみたいなところですけど、はい、なんか編集あります、近況、特にないですか。近況、あ、近況ぜひ言いたいことがあって、はい、メルマガ読者さん限定で4月23日のイベントの二次会をね募集をしたんですよ。おー、メルマガ内でね、メルマガ内で二次会の募集です、はい、二次会の募集です。一次会の方は2月20日土曜日ですね、はい、もしかしたら公開日になるかもしれないけど、うん、に予約開始なんですよ、はい、2月20日つまり明日、あ、土曜日が今2月19日金曜日なんで、E プラスでね、ロフトプラスワンの、太陽を見て語ろうの会が始まるとね、はい、予約が始まるんだけど、はい、まあ、それにちょっと先駆けて、うん、毎回我々二次会をやるじゃない、イベントの後に、うん、はい、読者さんと写真が入り混じって、はい、ただ酒飲むっていうやつやるんだけど、はいはいはい、超楽しいやつね。それのね、募集を開始したところ、うん、過去最高の勢いで予約をいただいてまして、うん、すいません、まだその人数次第で店を決めようと思ってるんで返信がちょっと全然できてないんですけど、なるほど、すごいことになってる。最近思うんですよね、メインのコンテンツそっちなんじゃねえかっていう飲み会なんじゃねえかっていうぐらい本当ありがたいお話で、本当です、はい、というわけで多分ね、今回はもう本当に読者さん限定になると思う、なるほど、この勢いで、なるほどね、うんうんうん、なので、はい、ぜひチェックしてほしい、はい、で、ポッドキャストだけ聞いてて行きたいという方は、うん、ちょっと年2月3月だけでも登録してみて、うん、応募していただければ、はい、なんとか滑り込めるか、ある文言を懸命に入れないと予約にならない、あ、そうですね、そういうシステム、そういう地味なシステム、地味なシステムは、人力システムは、2ちゃんとかで検索して出てない方かな漏れてたりして、はい、というわけで今週もスタートいたします、お願いします。早速このコーナーからいきます、今週のメルマガ MVP は誰だ、誰だ、このコーナーで毎週僕らが水曜日に配信しております。僕らのモデルタイムに行かせてメルマガ、こちらの執筆原稿の MVP を編集長お母さんが決めてくれてます。はい。まあ、ざっと振り返っていきましょうか。いきましょう。まずは毎週やってる、入江監督の関東圏からですね。はい。今回のボリューム160、うん、時には昔の映画の話をしようか号、うん、なんですけど、監督は今週は演劇、うん、まあ、芝居を、うん、見に行ったウィークだったらしくですね。うんうんうん、シアターなんか、あれですね、変則的に演劇の見たレビューみたいなのが書いてましたね。うんうんうん、シアターフォークーンのひょっこりひょうたん島、うん。これは山田真帆さんが。出てるんですね。うん。SR サイトのラッパー2に出てた主演の山田真帆さんでしたと。はい、SR2 の時より演技上手くなってるって、ね。いい話ですね。うん。それはどうかな。おお、なんでなんでなんでいいじゃん別に。いや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 、良くなってると思いますよ、そりゃ。なんで上からなんだ、名優だからね。昨今のね、小牧の低評価。低評価。そういうとこだ。本当に低評価更新中ですからね。同じ、それでは同じ夢っていう三茶の三軒茶屋のシアタードラマですね。ね、でやってる、三石健さん、麻生久美子さん、大森奈緒さん、豪華キャスト。そうですよ。田中哲司さん、まあ、僕も見に行ってきました。はい、作演室が赤堀正明さんと、うん、僕の事務所の先輩なんですけど、そうなんですよね。で、はい、でまあまあ、今回ね、4月23日公開の太陽も、もともとは演劇原作じゃない、そうですね、イケメンの。っていうところもあり、はい、その演劇と映画の違いとかをちょっと、
語ったりとかしつつ、うん、はい、というような内容でした。はい、続いて。続いて、みんなの映画レビュー、はい、産業レビュー。今週も、まあ、皆さんね、いろいろ見てますね。はい、今週はね、ディーパンの戦いとか。ああ、ディーパンね。うん。なるね。うん。うん、まあ、マギーだったり、サウルの息子だったりっていうようなところを、取り上げてるという感じですよね。はい、で、続いてが、画伯、映画制作部、佐藤圭一郎の、一コマで映画を語るコーナーなんですけど、うん、今週はまさにそのディーパンの戦い。うん。これね。これはなんかね、取り上げてほしいって要望もちょいちょい、うん、ありましたよね。うん、なんか、いい匂いがしますよね、ディーパン。いや、ディーパンはね、熱いよね。あ、お母さん。そうそう、お母さん見に行ってましたね。うん。うん、熱いです。まずい。ですね。で、続いてが、入江監督のモテる大人になるための映画術なんですけど、はい、今週は、まあ珍しくというか、まあ今週のサブタイトルのゆえんでもあるんですけど、うん、旧作ですね、うん。青春の殺人者。うんうん、これ、全く、あれ、大島渚さん、いや、長谷川和也。ああ、ゴジラさん、ゴジラさん。キャリアの中で、なんと2本しか撮ってないと。そうですね。太陽、で、その太陽を盗んだ男じゃない方とか、ね、まあ、デビュー作ですね。うん。よく前です、うん。そう。を、ある、まあ女性の、肉体の、ある部位に特化して、まあ、語るという。特化してね。特化したね。ググって画像を見ちゃいましたけど。俺も見た。素晴らしいですね。見た、うん。でもキャロルにもありましたね。うん、キャロルにもありました。特化した部分。特化した部分がね。ダメだこれ乱視しちゃったんだと思う。全く。何も言ってないから。何も言ってない。何も言ってない。続きまして、はい、カット職人林くんの映画のカット数を数える男ですね。うんうん、の連載なんですけど、今週はロープ。はい。これはですね、ヒッチコック。久々のヒッチコックパターンが来ましたね。ロープのカットを数えるんですね。これはね、バッドマンなんじゃねえのって話なんですけどね。まあ、それはね、有名な話。うんうん、バードマンにも、ね。そう、うんうんうん。で、果たしてそのワンカットを数えるっていう試みをした結果どうだったのかっていうところなんですけど、その、面白かったのはね、当時は、フィルムで1巻10分だと。うん、うん。1ロールがね。だから、そもそも、本当の厳密な意味でのワンカットは不可能なんだけど、それをどう克服したかっていう、うん、まあ撮影トリビアみたいなものもありつつ、ロープはちゃんとね、その、太陽が落ちてくからね、それがまたすごいんだけど、だから昼間からやってる間でこう、どんどん日が落ちていくっていう様も素晴らしい。要するにそのロープは全編ワンカットで撮ったよっていう映画ってことなんですよね。うん。一応売りとしては。うん。うん、そうですね。うん。まあそれが、果たして本当なのかっていうような、内容でございまして、非常に読み応えがありました。はい、続いて、コマキン。あ、はい。私、俳優メンノという俳優の演技をメンノに例えるという、そんな、世界に一つだけの連載をやってるんですが、はい、今週は俳優亀岡拓司を見て参りましたよ、うん。タイトルに俳優入ってるもんね。それは俳優が見に行かなくてどうするんだと。テアトル新宿にね、見に行ったんですけど、うん、連載の方でちょっと触りで書いてるんですけど、はい、たまたま、上映前の舞台挨拶があって、監督と、はい、宇野昌平さんが、はい、はい、トークをされてまして。で、混んでた？混んでました。うん、なんか俺前、テアトルってね、うん、俺も多分、うん、テアトルが一番多いんじゃないかなと、トーク的なやつって今まで。もうテアトルってトークをしてるイメージじゃない。確かに。で、しかも、ね、今もほとんど見たことない。なんかね、フラッと見に行くと、やってるんですよね。もうトークを必ずやってるイメージ。あるあるかもしれないね。だから、いや、本当にいい映画館だなと、いいね、ええーはいはい、思いながら。はい、そして、そんな、亀岡拓司を、まあ、ある、麺類の、うん、まあ、あるシステム、システムに例えて、はい、書いております。はい、はい。システムね。はい。で、続いては拍手の前に、はい、まあ、告知コーナーですね。4月23日、うん、映画太陽公開初日に、我々イベントやります。新宿、ロフトプラスワン、うん、まあ、トークイベント会の甲子園と勝手に呼んでるところで、やりますんで、うんうんはい。最初武道館と言ってましたよ、お母さん。あれ？うなすで今。甲子園。武道館です。武道館ですよね。どっちも素晴らしいですけどね。で、その二次会の告知をしましたよっていうところですね、はい、先ほど言った通り。はい、で、続いて拍手の、はい、すべての映画ヒップホップであるということで、ラッパー上杉拍手は新作映画をヒップホップ目線で語っていますが、今週は、スティーブ・ジョブズ。うん。こちらを、マイケル・ファスベンダー主演で。うん。アカデミー賞も主演でノミネートされてないか。されてないか。いや、されてますよね。されてますね。主演のケイト・ウィンセットとも。されてますね。を、うん、ちょっとヒップホップ目線で語ってみました。面白かったです。うん。はい。で、続きましてが、この連
ポッドキャストですね。このポッドキャストのガチ話。はい、読者様限定のね。読者さん限定で、よりこの内容より深い内容を語るというところで、うん、先週というか今週のメルマガに載ってるのはオデッセイの話を、原作本、火星の人と絡めてより深く語っていたりとか、うん、まあ、ぼっち映画ベスト。うんうん、これ小牧にね、ちょっと面白い意見言ってましたね。ああ、そっちですね。俺ができるやろ、後輩の奥野くんの悪口を言ったっていう方かなと。赤裸々のね、後輩への嫉妬っていうのも聞ける。低評価更新中でございますから。人間の醜い部分を見て、ああ、大丈夫だなと思いたい人はぜひ聞いていただきたいなと。明日が言うので。で、次ですよ。はい、問題の、話題の連載。はい、入江優監督がですね、新作映画の進捗状況を、赤裸々に語るという連載なんですけど、映画制作春夏秋冬、はい、うん。まあ、これはもうヘビーとしか言いようがない内容でしたね。まさかの展開に、なっておりますね。うん、まあ、なんというか、まあ、来週は楽しみというかね、うん、どうなっちゃうんだというようなところですけども。連載のそもそものスタートの趣旨ともう変わってきているという。そうですね。赤裸々感が。やっぱそれがオンタイムで読めるっていうのがなかなか、ね、メルマガだけ、まあ、本当これはね、赤裸々を目的としてなかったはずの連載なのにっていうところが、ね、なんとも早いですね。はいはい、続いて、終わる映画、始まる映画などの情報、試写会情報などがある映画データベースコーナーがあり、はい、私の書評コーナーですね、はい、編集担当長。長いやー、面白かったですよ。面白いですね。陳勇気、はい、太郎と愉快な仲間たちを、うん、はい、こんなもんね、所有できるわけがなかった。まあ、実写映画化が、そうなんですよ。松山健一さんで。もう撮影も終わって、はい、うん、もう間もなく公開ですよ。っていう話でね。陳勇気のこんなに丁寧なあらすじを初めて見ました。なんであんなにがっつり言ったんですか、野村さん。止まらなくなったんですか？そう。書いててね、楽しくなっちゃったんです。でしょうね。冒頭から結末まで、全4巻を完全にあらすじに起こしてますんで。そうか、4巻しかない。4巻しかないですね。でもね、逆に4巻続いたわけよ、あのデタラメさ。でも、デタラメだと皆さん思うでしょうし、僕もそう思うんですけど、実は、すごい、ね。1話1話見ると全然デタラメじゃないっていう。なるほどね。いやー、結構、やっぱ、ガタロウ先生半端ないっていうのがよく分かったんですけど、はい、まぁ、あ、ちょっと、全く、趣旨と関係ないんで、まあまあ、不正解。はい。そんな中、はい、今週の MVP は、はい、拍手です。おやっしゃいよっしゃい、僕は君も良かったんですよ。ありがとうございます。皆さん良かったんですけど、今週も良かったです、皆さん。じゃないよ。ありがとうございます。ですね。ジョブスだね。ジョブス。はい。うん、まあ一番まあ見たくなったのはジョブスでした、ね。はい。大傑作ですよ、あれは。はい。そう、大成君もね、もう見てる、ね。僕はもう脚本家のアーロン・ソーキンが大好きなので。なるほど。もうアーロン・ソーキンこそが、うん、もうジョブスを書くべきだって。まあ、しかもジョブスをね、一回断ってたんだよ。で、結構ね、ダメだった。もう一個ジョブスっていうのがあって、スティーブ・ジョブスっていう、もう一個ね、3年ぐらい。あるよね。3年ぐらいの映画は、本当は確かね、アクションカッチャーやる予定だったの。その人は、他にの仕事、代表的な仕事って。最近作画もいいんだけど、ソーシャルネットワークとかマネーボールとか、で、ジョブスやってて、で、その頃、アロー・ソーキンはニュースルームっていう。ああ、大勢君大好きな。そうそう、僕が大好きな、海外ドラマもやってて、ジョブスを蹴ったんだよ。確かに。で、ジョブスは違う人に行ったんだけど、で、やんないもんだと思ってたら、まあ、ニュースルームが終わったので、うん、やるっつって。うん、脚本が本当にすげえと思う。なるほど、ね。逆に言えばダニーボールどうでもいい。どうでもいいと思う。ダニーボール別に、いいと思うんだけど、ダニーボールのシャレっ気みたいなのが一切必要ない。あまりに骨太の脚本すぎてっていう。大傑作です。まあ、とはね、今週はね、白秋君のね、ありがとうございます。あんまりこう、ヒップホップだというかもう、あんま関係ない感じの骨太な論評で。あ申し訳程度に入れてる感じ。で、コモキンもね、あれでした。どちらかというと、批判的な目線なんですけど、なお、それでなお、映画館に行きたいと思わせてくれる内容で、特にね、麻生久美子さんに関する一文なんかは。麻生久美子さん、いいよ、そんなもんは。ずっと好きなんだよ、俺は。知ってますよ。いいよ、あんなもんね。うん。会ったことある組ですよ、大勢多分。そんな話聞きたくない。俺だって会ったことある。てめえ、この野郎は。次。嫉妬したくないから、聞きたくない。読者賞いきますよ。はい。DDD さん、読者の DDD さんが毎週送ってくださる読者賞。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。です。いきますよ。今週はね、読者賞、林くんのロープ表。おー。ワンカット映画として有名な今作をどう語るのだろうと期待していたところ、うん、結論を聞いて驚いたと。
どこかから仕入れた知識で分かった気になっていてはダメだなと、自分の目と手で見分する意味を感じましたということですね。手っていうのがおもろいよね。カッと数える。カチカチね。押すっていうね。で、時点が、入江監督の映画制作春夏秋冬と。なるほど。起こった事実しか書かない悪道日記を想起するような文体で、入江監督の心情が想起され、内容については残念ですが、読む文章としてとても面白いものでしたと。というような。感じでございます。入江監督の下がったギアが早く上がるよう願っていますと。岡さん、坂道上がるときはね、下げるんすよ、ギア。坂道写真は。そうですよ。ローですよ。ローが一番トロフィー。そうですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはこれいきます。はい。連載では取り上げなかったゼロコーナーです。うわ、よいしょ。このコーナーでは、まあ、メインの連載で取り上げられなかった映画をですね、ザックバラに語っていこうっていうコーナーになりますが、はい、ええ、ディーパンあたりからいきます？ディーパンはですね、正式名称。ディーパンの戦いは、大川先生見てましたね。あ、そうですね。現代がディーパンなんですけど、うん、まあ、放題ディーパンの戦いなんですけど、はい、まさしく戦いだっていうような感じで、で、レビューで歌詞もあったんですけど、見た目とはすごい裏腹に、結構ストーリーの構造はラノベっぽいんですよ。ほう、というと。ん？書いてましたけどね。元兵士の俺が美人の嫁さんとフランスで疑似家族になったんだけど、周りがギャングだらけで死にそう。っていうタイトル。ラノベってすごいね。ラノベって便利。便利だね。みたいな内容なんですけど、まあもちろんそんな感じではない、ものすごい。重たい。でも、その今のキャッチも腑に落ちる内容なんで、ね。腑に落ちると思います、きっと。スリランカのね、で内戦が起きていて、その内戦から逃れるために、身も知らぬ女性と身も知らぬ子供、うん、女の子と、なるほど。疑似家族になって、うん、フランスに難民に行くんですよ。なるほどね。で、もちろん、フランスも喋れないし、コミュニティにも溶け込めない中、しかもその、家庭っていうか、家庭はそもそも嘘だから、家庭内も、ギクシャクしたり、しなかったり。なんかあります他に、みたいな。はい。はい。何ですか？俺、あれですよ、マギー見てきましたよ。マギーどうでした？ええー。あ、ちなみにマギーを見に行ったらですね、はい。このシアタールーレットを作ってくれた、でおなじみのボーノさんと。はい。たまたまエレベーター。あ、行ってくれたんだ、嬉しい。一緒になりまして。はい。まぁ、あ、一回しかやってないからね、マギー。先週ね、白鳥さん相当押して、はい。いらっしゃいましたんで。シュワちゃんのゾンビもの。これは見逃すわけにはいかねえと。はい。見てきて、一応僕もレビューはね、はい、書かせていただいたんですけど。あ、もともとね、だから、俺、ウォーキングデッド、うん、ドラマのね。あ、そうだよね。が大好きなんで。監督そうだもんね。監督がその人なんでね、見に行ったら、うん、まあ、思ってたのとだいぶ違いましたか。違うよね。一見の価値はあるな。あるよね。うん。あんなシュワちゃん見たことないわ。だから、シュワ史上、最も静かで、そう、恐ろしくて暗い。暗いですね。うん。ええ。あんなの見たことない。イコール無双シーン出てくるかなと思ったら、シュワ無双が。出ない。出ない。出そうで出ない。ええ。あの辺も良かった。大勢くんなんかあります？最近見た映画って。最近見た映画、まあ一般的なものばっかりですね。でも最、もうさ、なんか、今年はすごいよね。傑作ばっかりじゃん。ああ。本当に。うん、ブリッジ・オブ・スパイがあって、そうそうそう。オデッセイがあって。そうそうそう。1月、2月はもう本当傑作ばっかりだな、うん。でも結構、毎年そんな匂いない？そんなことない？俺でも去年はなんかほら、対策がいっぱい出るみたいなこと言われた割には、そうでもなかったなって、うん。去年はあれだよね、多分、博士と彼女のセオリーとか、うん、まあなんかアカデミー賞系のやつがあったりとか、うん、一昨年はすごかった。ウルフ・オブ・ギャング・ストリートとか、あとあれも、ウォールストリートとか、あとドラッグの、マシュマコノヒーのやつとか。ダラス・バイヤーズ。ダラス・バイヤーズ、ね。あと、ネブラスカとか、ね。とかもあ、ネブラスカね、うん。でも一般的なのばっかりですね。だから普通によく見る。2月そうね。まあ、サウルも良かったし、うん、オデッセイも良かったし、うん、まあちょっとまだ今回ちょっと先に見ちゃった、ヘイトフルエイトも。ああ、そうです。見たんですか？先見ちゃったんですって。そうそう、ちょっと。やばいですか？ヘイトフルエイト、まあ、あれですよ、タランティーノが自分の中で最も傑作だと。もう来週ですけどね、来週末。2月27日かな。うん。傑作でした。俺ももう聞いてますよ、方々から。傑作って話を、ね、先見ちゃった組からですけど。もう昨日ひょんなことですね、SNS にも出た北村明宏くんと、今日本に来てるみたいで、一杯飲んで、ほんとに、ムカデ人間でおなじみ。ムカデ人間でおなじみ。飲んで、北村くんも見てるみたいで、やばいよって言ってたね。テンションで。やばい誰でもやばいって言ったね。楽しみですね。そう、久々にね、なんか、タランティーノがね、脚本家として、やっぱり、この人がやっぱり脚本上がりだったよなっていう、
感じを見せてる。その流れで3月の特集。あ、そうですね。ちなみに、3月第1、毎月第1週は、我々の、僕もてメルマが、うん、特集なんですけど、はい、今、3月は、タランティーノ特集。ヘイトフルエイトに合わせて、うん。タランティーノって意外と撮ってないから。そうそうそう。半分の3本ぐらいしか撮ってない。3本目そうそう。次で9本目じゃん。俺も、俺ですらほぼ全部見てた。うん、そうだから今回もね、みんなでこう何を扱うか振った時に、意外とどんどん埋まっていくっていう感じになりましたけど。お楽しみ。お楽しみで。そんなところですかね。ええ。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてのコーナーいきます。メインのコーナーでございます。はい、僕もで連載的に3分でコメントしていくぜのコーナー。はい。このコーナーでは各自がコラムの連載のテーマに沿って今週はアカデミー賞でも話題のキャロル。はい。こちらを3分で語っていきたいと思います。うん、まずはどんな映画か、うん、名優コマキンよろしくお願いします。任せてください。ブルージャスミンのケイト・ブランシェットとドラゴンタトゥーの女のルーニー・マーラが共演し、1950年代ニューヨークを舞台に女同士の美しい恋を描いた恋愛ドラマ、うん太陽がいっぱいなので知られるアメリカの上流作家パトリシア・ハイスミスが52年に発表したベストセラー、うん、ザ・プライス・オブ・ソルトを、うんエデンより彼方にのトッド・ヘインズ監督が映画化ということでございます。ありがとうございます。はい。なんと今週は、うん、ゲストの岩崎大成くんも、はい、3分で語らせるという、うん。ね、俺そんな全然さっき聞いたばっかりだから。参加してもらいましょうよ、そりゃ。大ちゃんは見たばっかり。見たばっかりです。あ、見たばっかり。今週は4人全員。見てますよ。いけますね。いけますよ。誰から行きましょうか。3分計る10、あ、はい、あ、ごめんね、たまにはね、うん、俺、最近は、割とまともにちゃんとメモを用意してるんですが、まあ、行きますよ、はい、行きますよ、はい、ね、見てるのは、3行しかないっていうね。はい、ね、つもて。はい、ね、私ね、見てまいりましたよ、キャロル。ゆったりすんなよ、はい。ですね、今回言いたいのは、はい、入ってみるもんだなっていうのが、お自分的にね、うん、キーワードなんじゃないかなと思って、あんまりね、積極的に見に行くタイプの自分がね、うん、映画ではないんですよね。うんうん、だ何かっていうと、男の子ですから、うん、エクストリーム、やれエクストリームだ。やれマックスだ。エックスミッションだ。フロムアウトスペースだ、みたいなやつを、ね。見たくなる。ニンニク入れちゃいますか、みたいなやつを見に行きたいわけですよ。うん、で、いや、なんでもまあ、今回だったからね、行くかっつって、はい、行ったわけですよ。はい、そしたらね、やっぱり、ね、なんですかね、文化学習に近いっていうんですかね。まあ、50年代のアメリカってね、もう本当に映画でしか知らないぐらいですけど、うん、その雰囲気とね、文化がやっぱり、すごい、分かった気になるっていうんですかね。うん、で、なんだってね、1分経過。その、キャロル役のケイト・ブランシェットと、はい、もう、その、テレーズ・ベリベット役、はい、ルーニー・マーラーね。はい、この二人がまあ、すげえよなって。なんでちっちゃいんだ、声が。例えてたらばですよ。はい、自分じゃ滅多に行かないね。うん、その、超高級蕎麦屋みたいなのがあるじゃないですか。あ、まあ、本当にお蕎麦だけですみたいな。うん、リーゼントみたいなお神が出てきて。カポギカブカミとご挨拶してくれるみたいなところに、積極的には行かないけど行ってみたら、うん、まあやっぱりその、なんていうんですかね、無駄なものが入らない味わい。うんみたいなのに、普段はニンニクとか入れてる俺なのに、すごくこう姿勢を正していいなって思えるような。うんうん、ケイト・ブランシェットがね、うん、すげえなって思って、うん、その、なんて言うんだろうなぁ。知らねえ。まあ俳優じゃねえっすか。すげえいいなと思って。なんでざっくりなんだ、俳優の論が。いや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 、だってもう、無理ですよね。痛い女性ね。最近、ブルージャスミンもそうだけどね。でも痛いけど、うん、ちゃんと、なんていうんですかね、上品だし、うん、妖艶だし。岡さん、あと何分ですか？これね、ね。なんでお前、ラスト、ラスト、やばいやばい、あと30秒しかない。しかないよ。それで、でね、ものすごい集中して見れたんですよ。はい。で、最後にね、うん、ラストシーンが、二人がある視線を交わすっていう、うん、それだけなんですよね。はい、セリフのやりとりとかなく、はい。でもね、その視線のやりとりみたいなのにまで、十分、うん集中してさらにこう入り込んで、そのちょっとした微細な動きを、こう、感じ取ることができる。はい。ところぐらいまで、ひもてー持って
で行ってくれたっていう。童貞。ここはね、後輩の尻拭いを先輩が。はい、お願いします。岡さんが行きます。あ、岡さん行きましょう。はい。ブレイク。行かせていただきます。お願いします。レッツモテイ。てっきり小牧で語ると思ったんですけど、まあ、今回どう考えても目線がすげえなと思ったんですよ。うん、女優二人のね。言ったでしょ言ってねえよ。邪魔すんな、はい。特に、あの、小牧がライフワーク的に瞬きを数えるって言ってるじゃないですか。はい。まあ、畑数えるべきだと思ったんですよ、今回。そうですね。で、あの、特にね、ケイト・ブランシェットは、はい、僕、思うんですけど、おそらく、まつげに、タングステンウェイトをつけて、まぶた筋を鍛えてる。まぶた筋を。まぶた筋を。作中でね、あの、基本的に、まあ、多分、基本的な芝居のあれなのかもしれないけど、うん、強い意志を表明するときは、まぶた筋をしないで、うん、ちょっと気持ちが揺らいだりずっとまぶた筋をパチパチってするんですけど、うんうん、ケイト・ブランシェットは、あの、大人だから、うん、その瞬きをコントロールしてて、瞬きしそうでしないみたいな。ある。半分閉じるみたいなことをするんですよ。で、僕、映画見ながら、これできんのかなと思ってやってみたんだけど、うん、だからちょっと、ヒクヒクってしちゃう。ああ、なるほどね。ゆっくりの瞬きみたいなね。そう。うん、できないと思うの。うん、でも、それはすごい技術的にすげえなって、まず思ったっていうところで、で、瞬きね、瞬き。うるさいよ、うるせえよ、お前は。で、もしかして、1分経過です。はい。目線っていうのがかなり重要なんじゃないかなっていうふうに思って、うん、で、思ってみると、この映画ってカメラが、うん、私日本大学芸術学部写真学卒業の写真学士なんですけど、はい、カメラは結構、カメラと写真っていうのが象徴的に使われていて、ね、うんうん、ちょっとその関係だけ整理します。はい、物語冒頭で、ルーニー・マーラー、写真が趣味、カメラ壊れてるんですよ。はい、で、そのカメラが 直してもらえる男友達によって、はいはい、まあ、そこが多分目線がね、うん、なかった目線が一つできるっていうことになってるんじゃないかなと。うん、で、一応カメラはあんだけど、うん、それが何も撮れない。うん、安物だし、人生の動詞立ってない、うん、私の自分の視点定まってないっていうことだったんだけど、うん、なるほどそれがね、ケイト・ブランシェットと出会って、キャノンのね、うん、これおそらく 4SB っていうカメラなんですけど、おー、カメラ目線が最新、うん、1952年製のカメラなんですよ、キャノンの、うん。おそらくこれだと思うんですけど、それがプレゼントされて、それによって、目線がバチンと開くんですよ、ね。なるほど。で、なんだけど、まだ未熟だから、隠し撮りしかできないんですよ。なるほど。クリスマスツリー、カテレスカットを撮るとか、飯食ってところを撮るとか、隠し撮りしかできない買ったのが、あるシーンで、すげえいい写真撮るんですよ、ね。はい。で、それは、後に現像されるんですけど、はい。もう明らかにプロの写真。素晴らしい写真なんですよ。これもぜひ劇場でって話ですけど。30秒。その時に、どこでその写真を見るかっていうと、現像室なんですよね。うん、で、現像液に浸して、その画像がふわっと浮いてくる。うん、で、おそらく、シーンの中では、定着液っていうか、液に浸してるんですけど、うんうん、それで揺らいでるんですよね。うん、そこで語られるのは、仮の所有。なるほど、うん。本当に所有してないんだけど、写真の中では、私は彼女を所有してるんだっていうような感じで働いてて、そっから先どうすんだっていうところが、結末だと思って、それにはすごい面白い結末だった。モテー！カメラ目線は素晴らしい。これ最後、タイちゃん残していいかな？そうだ。はい。はい、拍手。はい。ブレイクレッツモテー！はい、私、ラッパーが見せる拍手をすべての映画をヒップホップに例えてますが、この映画をまずはヒップホップに例えましょう。はい。ジャストプレイズ。というプロデューサーがいます。うん。一個上かな ?1978 年生まれの、まぁ、JG とかマライア・キャリーとか、数々のトップアーストに楽曲を提供している売れているプロデューサーです。プロデューサーです。で、日本ではね、ムロさんとかとも交流があって、で、まぁ、最近あんまりヒットも飛ばしてないんだけど、まぁ、最近ストレートアウトコンプトンやるときに、コンプトンって曲をドクター・ドレとケンドリック・ラマー作って、それとかもプロデュースしてるんですけど、彼の特徴は、古き良き90年代ヒップホップ黄金期のサウンドを現代に継承してるわけですよ。うん。なんだろうな、コンピューターバチバチじゃなくて、結構、昔ながらのサンプリング手法を使ってたりしています。っていう彼が、この映画かなと思ってますよ。映画の話に行って絡めていきますが、はい、基本的にはね、素敵な恋物語をぼやっと楽しめた2時間だったんですよ。うん。なんか、なんていうか、っていうのも、設定だけ見ると特に珍しくもないなと思ったんですよ。まあ、伴侶に満足できない非婚者と、1分経過。年下の独身女性と、あと2人を見つめる第三勢力みたいな、三つどもえって、よくあるじゃないですか。で、ただこれが全部女子っていうのが、特徴だけど、でもそんなにこうスキャンダラスな話にもしてなくて、なんかずっと飽きないで素敵な恋愛ドラマを見てるなと思ったんですけど、なんで飽きないかなと思った時に、一個はまずルーニー・マーラの可愛さ。俺はね、
もうボブカット、どう考えてもそうでしょ。ボブカット最強説がここでやっぱ証明されていくわけです。で、まあもちろんケイト・ブランシェットもすごかったですけど、あとは、まあその、1950年代のアメリカっていう設定の、なんか力強さ、絵の、なんか画面全体、美術とか僕知らないですよ、1950年のアメリカなんて。うん、ただ、なんだろうな、レストランとか、ホテルとか車とかデパートとかのなんかリアリティ半端ねえみたいなので、うんうん、ずーっとなんか重厚に見れましたと。で、これちょっとモテ目線で言うとね、ケイト・ブランシェット、資産家金持ちのダンディーな中年だと思うとモテのヒントがいっぱいありまして、2分経過。いきなりストレートにね、言った方がいいなっていうシーンがいっぱいあったんですよ。なんかこう、ランチに誘う時も、もう来ないって言うし、家に誘う時も、もううち来るって我慢できなくて言っちゃう感じ、うん、あと金持ちで生活感がない感じ、これがね、多分モテのヒントがあると思うので、女性同士の恋愛ってだけじゃなくて、男性目線でもヒントを得れる映画かと思いました。で、一方、こう、テレーザのリアクションも素晴らしくて、なんかこう、30秒。一線を、女の人が一線を超える瞬間で一番エロティックで美しいじゃないですか。テレーザだんだん一線超えるんですよ。食事にオッケーして、人ん家に行くにオッケーして、自分家に呼ぶのオッケーして、その後いろんなことをオッケーしていく瞬間が、まあ、可愛いと。で、これをめでてください。ただね、これもうガチ前かな。恋愛で言うと、キャロリーみたいな人俺一番嫌いと思って。恋愛目線で言うとね。で、この恋愛トークは、ガチ話でさせていただく。普通の恋愛トーク。もう、はい、ガチ話で、普通の恋愛トークしようよ。いや、でもね、それでもだったら俺も一度言いたいことありますよ。これ結構語りがいのある恋愛映画ですよ、やっぱり。そうですか。だからガチ話では、普通の恋愛トークをしますか。あんな彼氏どうみたいな話をしたらいいんですよ。最後、タイちゃんですよ。はい。はい。いきます、大丈夫かな、はい、レッツ、モテ3分間。はい。はい、あ、もういいの、うん、いいよ。どうぞ。これね、キャロルを僕が見て一番最初に、まあ、通して見て思ったのは、去年僕ちょっと面白いニュースを聞いて、うん、とか見たんですけど、イギリスのエセックス大が発表した論文があって、うん、女性に、ある男の裸と女の裸を、見せたんで、うん、で、それを見せたときに、男、まあ、女性って、その、いわゆるその、レズビアンの人とか、うん、その、まあ、いわゆるゲイ、ゲイとか、ストレートとか、バイセクシュアルの人、いろんな人を集めたんだけど、うん、その、男には当然あんまり興味を示さない、ストレートの人、うん、あ、だ男にしかって言ってる人も、うん、それを、女性の裸を見たときに、まあ、その、動向とかを見たんだって、調べたんだって、うん、そしたら、100% 性的な魅力を感じるなんて、女性に。女性も。女性は。で、それはどんな女性、うん、それはバイセクシュアルであれ、ゲイであれ、うん、ストレートであれ、女性は女性に対して 100% 性的な魅力を感じるっていう、で、それは、このキャロルを見てると、俺は絶対到達できない。まあ我々男は絶対に到達できない領域なんだけど、キャロルを見てると、多分だから、我々には絶対わからないものがそこには映ってて、うんうん、なんでって思うような瞬間ってキャロルにいっぱいあるんだけど、うんうん、でもその論文がどうしても俺は頭をよぎった。なるほどね。必ず女性は女性に対して性的な目で見れるっていう。うんうん、だから彼女たちが、実はそのゲイであるとかストレートであるっていう、まあキャロルと、うん、なんだっけ、テレーザ。テレーザがストレートであるとかは全然関係なくて、なるほど、女性が根本的に持ってる女性に対する性的なものっていうのを、なんかね、キャロルは、あ、これこういうことかと思って、そしてこれは絶対に俺が到達できない領域かもっていうのを、しかもそれがロードムービーじゃない。うん、その中で、あ、まあ言ったらロードムービーだと思うけど、ね、それをその中で見せるっていうのは、残り1分。すごいことだなと思って。だから本当だから、逆に言えば、まあ、先駆け男塾。俺らにとってはね。そうそう。ね、先駆け男塾名物大鐘楼だっけな。うん、エールを送るじゃないですか。ありますね。松尾が。サザエさんが。そうそうそう。松尾が、エールを送って、血を吹く。口からね。エールを送りすぎて。パクパクパクですね。で、あの時に、我々が感じる血潮みたいなものの、綺麗な女子版ね。あれを対局に持っていくと、キャロルなんじゃないか。なるほど。松尾だ。俺たちの。そう。みんな好きだもんね。松尾、トナシも好きだもんね。やっぱその、エールを送りすぎて血を吐くみたいなもので、僕の知り合いの女の子は、やっぱりその、カップルで来てた女の子が隣、男女を見た時に、その隣で、女の子だけ大号泣したっていうのを見たんですよ。あー、モテー。はい、モテー。
晴らしい。でも、いや、素晴らしい。いや、資源ですか、ね、まさか劇版の話一個もねえと思ってない。まあなんかガチ話だよね、ちょっと。劇版の話をね、確かにその、ね、僕らには入れない感はちょっとありますよね。あの、彼岸から美しいものを見てる感じは、あるんですよね。ちょっと面白かったのが、まあ、まあいいか。それはいいや。ちょっとネタバレになるかもしれないから。あ、じゃあそっか、ガチ話に持っていきましょうか。うん、いや、素晴らしい。ガチ話はネタバレあるからね。すごい今日は、ね、うん、まあ、面の例えあったことがわかんないですけど、カメラ目線と男塾目線は相当、ここでしか論じてないと思う。多分。はい。というわけで、じゃあ、質問のコーナー行きましょうか。行きましょう、行きましょう。ですね、今週はだからね、大変なんですよ。あの、二次会のご予約のメールは山ほど来てました。ああ、質問が埋もれてる。埋もれちゃって大変なんだ、これ、本当に。はい、いきますよ。はい。ですね、まず、じゃあ、いきます。ロンペイさん。ありがとうございます。公開初日に見てきましたと。ケイト・ブランシェット様が素晴らしい、美しい、かっこいい、ルニー・マーラも過去最高に可愛かったですと。うん。で、質問ですと。うん。ちょっとね、ごめんなさい、キャロルとはちょっと関係ない質問だね。今年に入って、各映画館の特集上映の内容が素晴らしいですと。イメージフォーラム、アビチャッポン・イン・ザ・ウッズ、うん、ヒュートラ・渋谷、未体験ゾーンのこと、シティ・ビス・ガーデン・シネマ、ウンザ・ウンザ・クストリッツァ、うん、ユーロスペース、東京・ノーザン・ナイツ・フェスティバルなどなど。というところで、嬉しい悲鳴だという中なんですけど、はい、質問。皆さんがもしも特集上映を企画できるとすれば、どのような映画特集を組みますか、うん、自分はミステリー小説が好きなので、本格ミステリー映画特集とか、ハクシューさんはヒップホップ映画特集でしょうか、うん、熊木さんは面映画特集でしょうか、うん、というような。質問ですよ。どうですか、この件。なるほど。特殊上映で言うと、俺、ものすごい行きたいのに毎年絶対行けない、金沢映画祭の特集が割とドンピシャなんですよ。ああ、東京でも。毎年毎年。東京でもやってくれって感じ。ええー、本当に。それかもう、いつか行きたいなと思って、だから行っちゃえば、超バイオレンスとか、あとなんか知んないけど、ジョン・カーペンターの未公開、あの、映画、なかなか見れないやつばっかりやったりとか、あの、そっちが割とタイプですね、うん、僕は。はい。僕は、やっぱヒップホップいいですけど、なんか、ブラックカルチャー映画祭みたいなね。ああ。なんか、単純に、あの、見たいっす。ええー。ちゃんと語ってる人、結構ブログとか本で語ってる人って結構いるんで、うん、まとめたら結構、有意義なものになるような気がしますね。しかもだから、あの、多分あれですよね、ブラック、スプロイ、テーションでしたっけ？あ、そう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 。あの辺のやつってソフト化されてないやつも結構あるから。そうそうそうだね。たまにね、ケーブルの映画チャンネルで、ひょっとやってたりするんですよ。なるほどね。ええ。そうね。はい。タイちゃんなんかあります？丹下左膳特集かな。丹下左膳、まあずっと長くね、それこそ映画初期の、まあ日本映画初期の頃から、2004、5年ぐらいにやった、あの、100万両の壺の、リメイク。うーん。そういう感じ。丹下左膳をずっと見せてほしいって。あ、もう昔から今の作品で。そう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 。なるほどね。まあ僕、100万両の壺がともかく大好きなので、大河内伝次郎版の。あれが大好きなので、まああれを筆頭に、丹下左膳特集だった。でもそれあったらあれですよ。俺一本も見たことないんで。いや、もう100万両の壺はもう、大傑作だよ。同傑作だから、本当に。これ大勢がね、ちょっと余談になりますけど、ワーワーで NBA の解説の、あ、ワーワーのニコ生でやってる時に、うん、音楽が趣味で、音楽が趣味ですって言ってるんですよ。うん、かように今日一回も音楽の話をしてないって。さすがですね。一本筋が通す。続きを、はい、続きますよ。はい、ヨウシュケさん。ありがとうございます。ありがとうございます。キャロル、俳優、美術、衣装、音楽、散りばめられた赤と白、ルニーバラのおっぱい、すべてが美しい映画でしたと。うん、質問です。特記事項です、それは。そうですよ、うん。よく映画レビューなどで、この映画は、丸ミリフィルムで撮影されたとか、IMAX で撮影されたといったことを目にしますと。キャロについてもあるレビューに16ミリフィルムで撮影されたとありました。なるほど、ね。確かにフィルムの質感でしたね、うん。映画撮影の際のカメラに関して、何ミリフィルムとかデジタルとかはどういった基準で選択するのでしょうか、うん、またそれぞれ特徴的な効果はあるのでしょうかと、うんうん、助けて入江監督ですね。この質問入江監督くればよかったな、うん、ケイチローさんですね、うんうんうん、でもどうなんでしょう、一般的にはまあ16ミリフィルムなどの質感みたいなことなんですかね、うん、まあ、16ミリ、まあでもそれの話で言えばまさにさっきの話じゃないけど、タランティーノの新作は70ミリなんですよね。70ミリって全然撮ってないのね、映画史の中でも、うんうん、
70ミリってすごいで、なんでタランティーノも70ミリって、70ミリって広いからさ、うん、とんでもなく横長なわけ。あ、そう。あれは、そのロケ、いわゆるその、冬山の話だから、その冬山を本当にちゃんと捉えたいっつって、70ミリ以外ねえって言いまくって、タランティーノがしかもそれを、70ミリのフィルムをそのままデジタルに変換できるようなものを作って、うん、撮ったオリジナルですね。その16ミリとかね、サイズ感は多分そういうところにも出てくる。そのフィルムの質感というよりも画角のサイズだったり、うんまあ、特にサウルとかはね、狭いになってたりしますもんね。写真的に言うと、まあフィルムサイズってのは、単純に画質だからね。あ、なるほど。あ、そっかそっか。そっかそっか。引き伸ばした時に元の。あ、まあそうだね。だから。木は当然切れる。ただ、まあ同じことで、その、だから広くしても耐えられる。のが70ミリ。そうそうそう。多分、キャロルは逆に16ミリにして、うん、古さっていうか、うん、そうですね。昔さっていうか、ね、なんじゃないかなと思いますね。はい、8ミリの場合は16ミリで、16ミリの場合は35ミリ。はい。追伸。実は、私、メルマガ読者ではなく、はい、ポッドキャストしか聞いておりませんと。いいよいいよ。しかし、はい、ガチ話が気になって仕方ないので、はい、メルマガ登録を検討しているのですが、はい、ガチ話に取り上げていただきたいお題がありますと、はい、それはベストおっぱい映画ですと。オッケー。これね、お題に採用いただけた瞬間メルマガ登録しますって言ったんだけど、はい、今週、入江監督が書いてます。うん、うん、そうだね。書いてますね、うん。そうですね。書いてますよ。図らずも。図らずもベストおっぱい記事を、うん、書いてますね。ぜひ、読んでください。はい、お願いします。はい、続いて、牛田智之さんですね。ありがとうございます。キャロル、今年の暫定ベストだと。おー。女装したトム・ヒドルストンこと、ルニ・マーラと、女装したマヤミキこと、ケイト・ブランシャット。おい。ヒドルストンって女性っぽい顔した俳優ですよね、確かに。怒りのデスロード、行って帰ってくる映画。なるほど。帰った後に二人がちゃんと成長していたのが感動的。うん。そんなキャロルで印象的だったのは、これでもかと言わんばかりの喫煙シーンでした。うんうんうん。WHO が、世界保健機構が、喫煙シーンのある映画は成人指定にしろと各国に勧告したのが最近話題になりましたが、ええ、皆さんこの問題についてどう思いますかと。うん。俺、その喫煙シーン、自分が喫煙者なんで、うん、すごくやっぱり目に入ってくるんですけど、うんうんうん、キャロルはすごくタバコを吸うっていうのが、なんていうのかな、作品の大事な部分と関わってる、うん、あとキャラクターの気がして、うんそうだね、このタバコの描写は本当にいいと思いましたね。あとまあ50年代っていうのもあって、街行く人たちがね、みんなどこだって吸う、みんなブカブカ捨てたりとか、まあ、女性もね、そうそうそう、ね、女性は全然吸うっていうね、うんまあ、昭和のその日本もそうですよね。うん、そうそう。あとまあ大きな言う通り、普通にまあどう見ても二人の関係性がタバコで、うん、ね、完全に表現されてたもんね。うんお客様困りますから始まって。そうだね。うん、そうですね。うん、で、なんか、タバコの、吸ってていいなっていうの、キャロルもすごくいいなって思ったんですけど、例えばだから、誰よりも狙われた男。ああ、フィリップ・シモン・ホフマン。の、まあ、実質的な遺作でなりましたけど、うん、の、フィリップ・シモン・ホフマンも劇中吸いまくってるんですけど、これもね、ものすごくキャラクターと関わってて、ね、要するになんか所在なさとか、うん、苛立ちを、転化させるものとしてのタバコ、みたいなので、すごく。そういう話をさ、はい、3分でしろよ。で今回のキャロルも、やっぱそうじゃないですか。なんていうのかな。吸うべきっていうか。そうね、うん。だから、バカバカ吸えとは言わないまでも、まあ、WHO の話にするとさ、うん、それを言い出したらさ、もう浦島太郎はなんか動物虐待だとかさ、そうね、桃太郎は動物に団子食わしちゃいけないとかっていう話だって何もできなくなるからさ。議論のレイヤーが別ですよね、そうそうそう映画の中の。おっしゃることはわかるけど、うん、まあ勝手に言っててくださいって話だよね、ね当然だから、はい。次行きましょう。どう考えてもですね。はい。続きまして、月山下郎くん。おはようございます。はい。なんだこれ、よくわかんないんだけど、芸能界で一番おしゃれだと思う人は誰ですかっていう。いいじゃん。いいよ、すげえいいよ。すごくいいよ。どうなんですか、まあ、芸能界って誰だけど、皆さんほら、映画俳優さんとか ね、女優さん知ってるわけじゃない？誰ですか、小牧君。一番おしゃれ。俺、ざっくり言いますよ。おう。僕、もっくんと小田切以上ですね。なるほど。気負けない感じ。奇抜な衣装に気負けない、本体のおしゃれさがすげえと思いますね。はあ。あれ、小脇に来たら無理だもんね。片方が投げ服とかさ。うん。おかしいでしょ？おかしいですね。でも、小田切さんと、もっくんは、なんか、ああ、あるよね、みたいな。
すいません、ざっくりで。大勢君何かありますか？僕ね、最近知った女の子のね、何だったっけ、名前が思い出せないんだよな。もうそれ老いだけどもしょうがない。なんかね、13歳とか12歳ぐらいで、うん、ガチガチの、そのキッズモデルみたいなのをやってる女の子で、かなり奇抜な格好してるんだけど、全然それに、服に着られてないみたいな感じの人が、そこなんだと思う。やっぱ気負けしない。なんだっけなぁ、マッピーだ、マッピー。知らない。マッピー。マッピーゲームでしか知らないもん。ネズミが、なんか、警察。ゲームでしか知らない。13歳の、マッピー。マッピーです。いいですね、調べましょう。へー。マッピー。小牧も意外と奇抜さあるけどね。小牧もキャラに合ってるよね。あ、でも俺はね、そこまで奇抜さはないと思う。奇抜さはないですか？和柄が好きなんだよね。あ、和柄は。だから派手な柄好きよね。割と好きです、ね。あとなんか巻スカートみたいなさ、そうなんかケルト人みたいな服着たりするじゃん。あ、だその点で言うと、去年舞台一緒にさせてもらった、古田新太さんは、かなり奇抜、私服が奇抜でおなじみなんですけど、うんうん、俺が安心するレベルなんで、うん、これでいいんだなって思います。ちょっとおしゃれから話はずれてますからね。はい。次行きましょう。はい。札幌のゆみさん。あ、ありがとうございます。先週ですね、あ、今週か、ガチ話の、寮の話、面白かったですと。うん。まあ、寮は、質に転化するというか、寮が前提となるんじゃないかみたいな話でしたね。うん。で、大成君に質問ですよ。はい。過去に聴いてきた音楽の量が、作るものの質にどのくらい影響を与えるのか、お聞きしたいですと。やっと音楽の話。答えざるを得ない。そうですね。いや、確実に多く聴いてた方が間違いなくいいんですけど、それは、すごい長期的にも、瞬間的にも良くて、例えば、その、引き出しみたいなものがあったとするならば、そこにストックできるので、うんうん、やっぱりそのまま使うわけには絶対になくて、うん、必ずでも、そういうとこから引っ張り出すことはあって、うん、でその最たるものがジャズだったりするので、うん、でジャズのインプロビゼーションっていうのは、いわゆるアドリブ。アドリブっていうのは、全くアドリブじゃないんですね、うん、あれは。それ、どれだけそこに積んであった。引き出しからどれだけ出せるか。どれだけ出せるか、瞬間的にっていう。うんうんうん、そういう瞬発力みたいなものは、やっぱり鍛えられるというか、うん、そもそもその、語彙を、ボキャブラリーをたくさん持ってるので、うんうんうん、確実に聞いてた方がいいですね。で、ある程度分析してた方がいい。うん、でも逆に、エンヤって言うじゃないですか。はい、まあ、うん、本当かどうかわかんないですよ。エンヤは全く人の曲聞かないって言いますから。あ、それ言い切ってるインタビューがあるんですけど、でもやっぱりそれ、その職業にもよると思うんですよね。うん、もうその全く外界を閉ざして自分のっていうことを、うんうん、それですら俺は人の借り物だと思っちゃうから、やっぱり聞いてた方が、絶対。影響すると。うん、いいかどうかわかんないけど、やっぱり少なからず広がると思うんです。うん、語彙っていうのは面白いね。うん、なるほどって感じ。うん、昔テレ東でやってたボーボーグラフっていうね、誰も覚えてないと思うんですけど、うんうん、東野さんと、今田さんがやってた深夜の15分番組ぐらいで、知識は荷物になりません。あなたを守る懐刀って言って、世界各国の言語で、なんだっけな、それはやめてくださいっていうのを言うみたいな。なんかあったの、殺さないでくださいみたいなのを言うみたいな知識で、知識は荷物になりませんってことかなと思いましたね。はい、すみません。また、はい、映画音楽のオファーを引き受ける基準のようなものがあれば教えてくださいと。一番、まあ、高いのは、スケジュールですよね。お仕事ですからね。それはそうです。スケジュールが最もやっぱり、ただまあ、残念な場合もあります。その、やってみたいなと思うのも、でもスケジュールで最初に入っちゃってたりとか、うん、やれないんだもんね、時間的にね。やれないのもあるので、やっぱりまあ、1スケジュール、2ギャラ。2ギャラ、まあギャラ、そうね。あと勘。2勘だね。うん、この船泥かどうかみたいなところもあるのかな。そう、でもやっぱりね、そのピンとくるっていうのはものすごく大事だと思う。別に断りはしないんだけど、その、合うか合わないかみたいな、自分がそのピンとくるか来ないかで、まあピンと来ないものも僕は何回もやったことあるんですけど、やっぱピンと来ないものはピンと来ないです。なるほど。そのまんま。ああ、仕上がりも。ピンと来るものが、ピンと来ないものがピンと来た。っていう結果になったことは一回もないです。それで言えばピンとこないものやってるとスケジュール埋まっちゃうってことだもんね。うん、でも、まあ、スケジュールですよ。でもやっぱりそのピンとくるってのは大事。でもまあ、ギャラの話で言うとさ、大勢君って時にはもう持ち出しみたいなことするじゃない。有名な話。ね、自分のね、こだわりというかなとか、うん。その辺はどういうことなの？いや、それ別にこだわってるわけじゃなくて、うん、必要なものを揃えたら、ギャラ上がる。いやいや、だからギャラっていう風に提示されないの。
全然。僕らはギャラっていう風には提示されなくて、基本的には予算で提示される。ああ、なるほど。そっかそっかそっか。あなた、音楽っていうのはこういうもんですって渡されて。その中でやりくりしてくれる。やりくりしてくれる。そういう意味でやっぱ音楽監督なんだね。うん、そう。だからやりくる人は、もうだから最初から自分の実益を。もう、うん、プールしておいて、その中でやるって人もいるんだけど、例えばだから、オーケストラとか呼んじゃったりすると。そうそう、だから、細かい話だと、オーケーもそうなんでしょうけど、うん、その、まあ、バイオリンの人数から決められるわけ。うん、だから、その、何型みたいなのがあって、うん、トップ、だから、その、ファーストバイオリンが8人なのか、10人なのか、12人なのかみたいな。15、33みたいな、ね。そうそうそう。編成があります、ね。編成があるんだけど、それをどこまで減らすかっていうのを、まあ、やるんだけど、でも、あんまりそういうところで減らしたくないから、っていうことをやっていくと、必然的に金がねえ。大瀬くんね、ジョーカーゲームの時に、うん、あの、録音僕、あ、言ってました、ね。見学行ったんですよ、うん。すごかったのも、ずらっといて、うん。これ削ってる。こいつ削ってる。あ、これ儲かってねえ。金があった試しなんかないよね、正直。だから別に、あの、でも、やっぱお金を使う切るっていうのは大事だと思う。なるほどね。多分僕は結構使いちゃう方だと思うんです。音楽に対してお金を使い切れちゃうので、そうないんですけど。まあ、ゴール、だって、たかないもんね、言ったらね。うん、そうそうそう。もの作ったらね。あ、面白い。うん。はい、でもだからこそね、ジョーカーの本当すごかったと思うんですね、音楽ね。はい、続いて、千口さん。はい、どうぞ。キャロル。はい。ハートをぶち抜かれましたと、もう一度見に行こうと思ってますという中で、うん、ケイト・ブランシェットとルーニー・マーラの組み合わせが素晴らしいと思いました。うん、もし日本で、キャロルのような映画を撮るとしたら、うん、誰と誰の組み合わせが見たいですか？難しいですよね。難しい。俺多分、ケイト・ブランシェット側が難しいんじゃないかな。うん。じゃあ、俺、実はね、考えたんですよ。いいですね。はい。いきますよ。はい。ケイト・ブランシェット役。はい。中谷美紀。はい。ルーニ・マラ役。はい。ノーネン・レナ。はい。はい。はい。あり。ああ。あるでしょ、これ。それもう、レナちゃんの特記事項まで大丈夫ってことでいいんですかね。おい。あるです。あ、いいですね。あ、でも中谷さんすごいいいですね。中谷さんいいですね。いいですね。もうね、レナちゃんのミスマッチ感がね、いいんじゃねえかと思うんですよ。広瀬すずちゃんじゃまだ若すぎて。そうなんですよ。うーん、そうなんですよ、うん。ちょっと不思議な感じですもんね。そうなんですよ。マーラー側はね。うん。そうか。いいです。これガチ話でゆっくりやろう。あ、そう。ガチ考えて。ガチ考えて。ガチ話、はい、もう少しで、はい。続きまして。はい。横浜のテルコさん。ありがとうございます。亀梨和也さんファンで同じもの、ね。はい、いつもありがとうございます。すっかりもうお馴染みになってくださって。おしゃれ映画ベストも上げてくださってますが、うんうん、まあ置いといて、それはガチ話で発表しますが、太陽、公開待ち遠しくてイベントにも思い切って参加しようかと思ってますが、ぜひぜひ、ありがとうございます。とりあえず前売り券を買った方がいいんですかねと。それとも、ちょっとでも料金の高い当日券で見た方が、興行収入に貢献できますかと。いう質問なんですね。はい。まあ、ジョーカーの時も、議論がありましたね。ファンの方々がね、うん。マイル券を買った方がいいのか、うんうんうん、当日券のいいのかって議論がありましたが、いかがでしょうかっていうのに対して、これはね、さすがに入江監督しか答えられないと思うんで、はい、監督に、うん、メールを提送し、はいはい、答えてもらいました。はい。いきます。入江優からの回答。マイル券か当日券かよりも、公開初日に見ていただけるのが何よりもありがたいですと。うんうん、というのも、映画館のブッキング担当の方は初日のお客さんの入りを見て、うん、この映画は3週間は上映できるかなとか、うん、昼間はお客さん来てないから早めに夜だけ上映にしようと考えるからですと、上映回数が減るといくら口コミで広まっていても遅いので、うん、なるべく早めにできれば公開初日に見ていただけるのが最もありがたいです、うん、何卒よろしくお願いしますと。そうですね。なので、うん、まあどちらでもってことですよね。前売り券でも全然問題ないっていう、うん、となんか当日に、はい、マイル券は使って初めてカウントされるんですよね。うん、そうですね。なので、でね、まあ、初日に劇場に行ってもらうのが一番ありがたいですよって。そうですね。そうだね。職人、今なんだってやっぱ初動を。そうですね。がとね、公開関数も少ないので、もう全部すし詰めみたいな感じになるといいですね。うんうん、まあ、だからこそね、4月23日イベント当日、公開初日は、僕らも各劇場に行って、はい、みんなで見ようというところで。はい。ますが。はい。続いて、北京パーさんですね。どうぞ。ありがとうございます。キャロル、はい、ルーニー・マーラーの可愛らしさは犯罪級。はい。ボブカットだからですよ。はい、前髪だからだよ。ミレ、はい、すいません。すいません。ミレニアムのリスベット役の時と同様に、燃え狂ってしまいました。かっこ笑いと。さて質問なのですが、これはネタバレかもしれません。うん、で、まぁ、あ、ちょっとネタバレではないと思うんですけど、気になる方は3分間ぐらい飛ばしてくださいっていう感じで。はい。はいはい、ちょっと、ぼかしながら読みます。はい。ですね。
まあ、ある場面、冒頭にある場面が、終盤でもう一回出てきます、ね。はい。その時に、冒頭の時と、終盤での時と、演出が若干違うと。違いますね。うん。この違いは、まあまあ、ある、いろんな出来事の後で、はい、の、テレーズ、はい、ルーニーマーラの、キャロルに対する、はい、心理をうまく象徴していると思うのですが、うんうん、まあ、この場面、まさに、冒頭にある場面が終盤繰り返されるという演出について、うんうん、皆さんどう思いましたかという質問ですね。うん、だからネタバレじゃない範囲で言うと、俺はやっぱり、あ、すげえ、いいなって思ったのは、ルーニーマーラをオープニングでは背中側、うん、最後は正面側から撮ってると。うんうんうん、それ以外の演技は全部一緒で。で、違うものが見えるんですよね。うん。うん、だから、そこを。すごく良かった。いや、いいなと。あとね、肩に手を置くっていうのが、すごく印象的に、シーンで描かれてるんで。冒頭でもやっぱ印象的に残るよね。そうですね。両肩を、別なね、うん。あれ、面白いもんで、うん、なんとなくやっぱり、これ、またもう一回出てきそうだな、最後にって。思いますよね。なるほどね。うん。勝ち話でぜひここの辺を話したいですね、うん。振り返る方向とかね、うん、もうあると思うんですよ、絶対。はい。はい。こんぐらいにしましょう、バレるから。これ難しいね、はい。意外と言っちゃいけない気もするし。こんな感じですか？はい。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。長くなりましたね。まあ、今日ゲストがいるからね。うん、続いてのコーナーいきます。お！シアタールーレットのコーナー。よいしょい。このコーナーで来週見に行く映画館をシアタールーレットアプリで。はい。これ僕もて発信のアプリですからね。すごいです。決めて、そこでかかってる映画を、決めていきます。はい、じゃあ、名誉コマキン。オッケー！スタート、そして、ストップ！オッケー。さあ、はい、どこかな？はいはい。ん？あれ？これは多分初めてですよ。どうですか？楽天地シネマズ。錦糸町。おー、知らないー、うん、まあ、駅前のとこか。駅前のとこだね。何系なんだろうね。何系なんだろうね。ちょっと公開作品見てみましょう。あ、はい、いいね、錦糸町。錦糸町はいいですよ。あ、やべえ、間違えて、もう一回回しちゃった。じゃあ、発表しましょうか。はい、楽天地シネマズ、錦糸町。いい名前だね、しかも。うん、なんかね。なんかあれだよね、複合施設みたいな。サウナ、サウナとかあるよ。ついに錦糸町か。テックが禁止を得意だったな、昔。俺はさ、千葉への入り口感があるから。なるほどね。発見！はい。いきますよ、はい。X ミッション。いいね。おいいですね。なぜか、東京物語。午前10時の映画祭かな。ああ。じゃあ、東京なのかな？ドラゴンブレイド。おい、ジャッキーチェン。うん。あとは、ブラックスキャンダル、残影。うん、さらば危ないでか、この辺ですね。さあ、どうですかね、二択ですか？ X ミッションかドラゴンブレイド。X ミッションはドラゴンブレイド。まあ、残影っていう可能性も、なきにしもあらず。それは、どうしよう。大勢君。決めてもらうというか。X ミッションやっぱりね。そりゃそうだ。ああ、いいですね。うん、あ、僕も実は X ミッション見たかったですね。見に行きたい。X ミッションってあれですよね、スタントなしで、X スポーツの選手が、そうそう、やるしてた、うん。専門家がやってるという。うん、あ、いいですね。なんで X ミッションしたんですか？いや、もう見たって。俺が見たいって。なるほどね。はい、じゃあ来週のお題は、楽天地シネマ。シネマズ、金賞で、X ミッション。はい。こちらをお題とさせていただきます。Okay、この流れで、うん、来週のガチ話のテーマも決めなきゃいけないんですよ。うん、ガチ話の僕らのベストのテーマを。X ミッションから何すか？スタントすごい映画をなんかやった気がする。やりましたね。うん。ええ。もう、あれじゃ、タイトルに X って、つくね。いい。タイトルに X、まあ、あります。ミッション、タイトルにミッション。ミッション。ミッション。なるほど。タイトルに X がつく映画、そんなあります、結構あるじゃん。俺ね、一個提案していいですか？はい、どうぞどうぞ。非俳優出演映画ってどうですか？あー、なるほど。あー、なるほどね。うん。今回だからエクストリームスポーツのプロの人たちがやってるんですよ。そういうこと言ったら1個しかねえや。ね。たださ、ボディーガードとかどうなっちゃうんですか？え？ボディーガード？ホイットニー・ヒューストン。あー、歌手ね。非芸能人？あ、非芸能人。ざっくりだけどね。
でもいいんじゃない、その持ち味を他の業種の人が出してる、が出してるっていう非芸能人出演映画。俺もう本当に一個しかない。あの大勢君は来週は多分いないから。いないから。でも送ってもらおうしに聞いて、あ、今一個聞いとこうか。何ですか一個って。ビーバップハイスクール。ああ間違いない。じゃあ来週さ、そういうことですよ。そういうこと。ただのオールタイムベストだった。いや、あれはね、いやもう全員本物のヤンキーヤンキーでね。顔が似てるっていうだけでいいじゃん。全員新人なのね。そうそう。もう棒読みも棒読みっていう話。あ、でもいいじゃん。でものようなものもね。あ、でもあれはちょっと違うか。一作目。でもまあ、ほとんど、まあ、言っても来週。じゃあ来週の僕らのゲストのお題は、非芸能人出演映画。こちらでよろしくお願いします。お願いします。というわけで僕らモデルとマネージャーセッティメルマガは毎週水曜日マグマグ、そしてニコニコチャンネルから配送しております。登録初月は無料で読み放題で月額648円になっておりますので、まずはお気軽に読んでください。はい。この後収録するガチ話は、メルマガ読者様限定で配信しておりますので、それも聞けるので、登録初月無料ですので、まず登録してください。というわけで1時間いきました今週は。あ、なくなっちゃった。いや、面白かったですね。うん、ガチ話は、じゃあ、流れで、まあ、キャロルの話を結構しつつ、ね、でも、キャロルの話したら絶対恋愛論とか女性論みたいな、ね。なりますよ、そりゃ。うん、あと、男塾って、なんで男塾は100派なのに、キャロルはあんなに美しいのみたいなね、ことにも多分なると思いますしね。はい。こんな感じですか？なんか告知とかあります？大丈夫。ないですね。前もあったよ、この流れ。コマキンは？あ、ないです。僕も、まあ、ライブがちょこちょこあるんで、ホームページ見てくださいぐらいですかね。なるほど。POP で検索。はい、POP、あ、双子ビールで検索。あ、双子ビール。はい、検索してください。うん、あとは、なんとこ、長いんで。ベスト、僕らのベストが、この後語るのは、衣装がおしゃれな映画ベスト。こちらを語っていきますと。考えてないですね。今考え、短い時間で。はい。あ、でも、久々にゲスト来るとおもろいっすね。やっぱゲストはいいよね。大ちゃん、たまにもうちょいちょい来てる。あ、全然、入ってる。酒飲むついでに。酒飲むついでに来てもらえればというわけで。うん、はい。じゃあ、こっからはまあ、入江監督の新作の話とかも、うん、メルマガではいろいろこっから目が離せなかったりとか、あとボケっとしたらすぐ4月になって太陽公開されたりとか、ありますんで、はい、あともう来週は特集号ですね。そうですね。クエンティン・タランティーノの特集、3月頭はこちらを、はい、まあ大体今ね、あの作品を執筆に割り振っていたりするんで、お楽しみに。はい。という感じですかね。大丈夫ですかもう。うん、はい。じゃあ、来週水曜日配送のメルマガでまたお会いしましょう。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。